はい、皆さんこんにちは。今日はマルシン製 M10、こちらリボルバーを紹介してみたいと思います。こちらのモデルはですね、中古で最近購入したものです。いや、さすがマルシン製ですね。非常にリアルです。特にこのエクスカトリッジがいいですね。ちょっと近づけてみましょうかね。スミス&ウェッソン、グリップはやや細めなんですが、それでも握った感じ悪くないですね。リボルバーお好きな方多いんじゃないでしょうかね。はい、それではガスを注入します。はい、今回も東京丸井製の 0.2g を使いたいと思います。マルシン製とはあまり東京マルシンは相性が良くないなんても言われてますが、まあそんなこともないでしょう。はい、こんな感じで一発ずつ BB 弾を装填してちょっと押し込みます。はい、カートリッジ入れた状態で重さは 439g です。まあ決して重くはないんですが、これなりに重量感は感じます。グリップの握り心地も違和感ないですね。はい、それでは初速を測ってみますか。26.48 見えるかな。26.48。はい、30.46。
26.01。28.69。24.52。こちらの M60 でちょっと打ってみますかね。同じマルシン製です。こちら8ミリなんですが、56.68、54.75。そうですよね。初速が振るわなかったので、他の方が上げてる YouTube をちょっと確認してみたんですがね、まあ若干低めではあるものの、大体こんなもんなんですね。まあこちら中古ではあるんですが、それほど、能力が下がったわけではないと、こう判断したいと思います。まあ、それにしてもちょっと低いですね。比較のためにこちらの、以前から持っていた M60、 こちらもちょっと打ってみたんですけれど、こちら 8mmBB 弾のかなり古いモデルなんですが、明らかにこちらの方がパワーがありますね。まあ、新しいモデルなのに古いモデルにパワーに関しては及ばないのかななんて、そんなことちょっと思ってしまいましたけれど、まあ古いモデルと比較するっていうのはあんまり良くないんですが、まあ問題は射撃性能ですね。まあこれから外に出て実際に撃ってみたいと思います。はい、外の気温 13.9 度です。ガス風呂だったらまず打てない気温ですね。まあしかしなんとかなるでしょう。はい、空き缶まで7メートルです。はい、今続けて12発撃ってみたんですけれど、6個中倒れたのは3個で、まあちょっと威力不足で当たっても倒れなかったのもあるんですけれど、まあこんな感じだと思います。
シングルアクションでこう打つよりもダブルアクションでこう打った方が、初速も弾道も安定する、そんな印象を持ちました。性能的にはあまり振るわない動画になってしまいましたが、しかしこのモデルがこれだけの性能ではないと自分としては信じたいなと思います。まずは中古であったということ、それと寒さが多分に影響したんであろうと、こう判断したいと思います。ですのでこのモデルを購入検討されている方はぜひ失望などされませんように。これはあくまでも特殊な状況下で下手な射撃手が撃ったこういう動画であったと、こう理解していただければなと思います。まあしかしリアルで非常に美しいですね。外見は100点じゃないですか。